VAR が前田選手の坊主頭をボールだと誤信した説浮上、見ていきたいと思います。今日の朝開催されたサッカー FIFA ワールドカップのカタール大会で、日本が強豪のスペインを破り話題になっていますが、その2点目が誤信だったんじゃないかと世界で騒がれているようなので、見ていきたいと思います。三笘選手がゴールラインをギリギリ割らずにボールを上げたことで得点につながったんですが、これがギリギリすぎて物議を醸していて、今現在ツイッターのトレンドにもなっているように、日本対スペイン前田の頭 VAR 判定、ボールをギリギリ上げたのが三笘でゴールを決めたのが田中なのにもかかわらず前田の頭というのがトレンドになってしまっていますね。 VAR がボールと前田の頭を間違えた説が出てきて、ネット上では盛り上がっているようです。こちらの方は動画まで作っていて、ドイツ戦で前田の頭で VAR が誤作動した説が出てる噂が面白すぎて草。こちらの方はドイツ戦では前田選手の頭で誤作動を起こしたなんて言われているらしいです。醜い話だ。ほんとこれどっちがボールか見分けつかないですね。この方も今話題になってる前田大然の頭で VAR 誤作動した説めっちゃ笑った。ほんとどっちがボールか見分けつかないですね。確かにこう見るとギリギリミリ単位でボールがラインの上に乗ってるように見えますね。次はこちらの方で、前田の頭違和感なくて草。こう見るともうボールにしか見えないですね。その他にも日本の国旗を今後ミリ単位でラインに被っているものにしようということで、これも今ネットで盛り上がっていますね。次はこちらです。この角度から見ると完全にボールがライン上にあるように見えますね。これはタッチライン割ってないですね。続いてはこちらですね。これはということで、これジョジョですかね、何かしらの力が働いてギリギリのところでボールを止めてくれていたようですね。これは三笘選手のスタンドなんでしょうかね、前田選手のスタンドなんですかね、どちらかのスタンドが助けてくれていたようですね。最後、三笘選手がクラブチームでのチームメイトとユニフォーム交換をしたんですが、この時の上半身も素敵ということで、女性だけではなく男性の方からも愛のあるメッセージがたくさん送られていましたね。最後はこちらなんですが、あれ言っていいですか、お願いします、小さい声で言うんで、小さい声で、ブラボー。長友選手のブラボー、間に合えば今年の流行語大賞に選ばれる予感がしますね。次の試合は月曜日の夜中なので、ぜひ皆さん日本代表を応援しましょう。クロアチア戦でも前田選手がやってくれると思いますので、また動画にしていきますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。本日は以上になります。それでは皆さん、元気でな。